日本代表3人対小学生2人で始まりました。おっと一気に上がっていく、ここは振らまっていく、気をつけがサイドを駆け上がる、一気にドリブルに行きました清武から、さあ秀口少し近いところに溜めてくる、うわーマジでこんな簡単にいけんの、一気にサイドを取られません、左サイド寄せて山口逆サイド寄せて、誰が取っていいか分かんない、どっちのボールかキープしたのは日本代表、井出口がキープした、さあどうやって取るのか、ボールをキープしている、引きつけて相手に引きつけて、それでスペースができたところを、はい、選手こっち側の選手を使うってのは大丈夫か、山口前に行った、あーキックパス、キックパス振り切るか、振り切るか、振り切る、清武のところ、清武から、ヘディングで上じゃない、いやー